大谷は親の教育方針で、幼少期は過度な筋トレをやらせなかった。大谷はプロ1年目にゴルフデビューし、スコアは146と苦戦したが、翌年にはスコア119で才能を見出した。大谷は幼稚園の時から運動神経抜群で、姉が買ってもらった自転車を姉より先に乗りこなした。大谷はスポーツは基本何でもできるが、卓球が苦手。大谷は初取材の新人記者におめでとうと見せ札を渡し、動揺する記者を見てニヤついていた。大谷がメジャーでチームメイトに教えた日本語は、ブサイク。大谷の誕生日に家の前でパパラッチが張り込んだ結果、家でゲームをして一日が終わった。